皆さんこんにちは、今回は関東大震災直後の混乱期に起きた事件、天かす事件について見ていこうかなと思います。時は1923年大正12年9月16日、大杉栄と内縁の妻伊藤野枝と立花宗一6歳が憲兵隊に拉致され、麹町憲兵支部で憲兵によって首を絞められ殺害、遺体が井戸に遺棄された事件のことです。捜査によってすぐに内部の犯行が明らかになり、田中義一陸曹が憲兵司令官小泉六一を問いただしたところ、小泉は天かすの犯行を認めました。そのため天かす正彦と森慶次郎が永住監獄に収監されました。天かす事件が起こった背景は、関東大震災後は大震災の混乱に乗じて無政府主義者が朝鮮人を扇動して騒動を起こすという噂がメディアを通して広まりました。陸軍の中では震災後の混乱に乗じて社会主義や自由主義の指導者を殺害しようとする動きも見られていました。天かす正彦はその噂を信じていたため、無政府主義の大杉を殺害したとされています。9月18日、大杉夫妻が子供と共に憲兵隊に連れて行かれたということが、放置新聞夕刊の記事によって噂はすぐに広まりました。20日、天かす憲兵隊員が大杉栄を殺害の一報を大阪朝日新聞は2度の号外を出し、時事新報は記者を憲兵隊本部に張り込ませ、大杉だけでなく伊藤野枝と子供が殺されたことや現場の井戸も確認し号外を出しました。軍は20日付で突然天かす正彦と森慶次郎を軍法会議に送致すること、福田正太郎戒厳司令官を更迭すること、憲兵司令官小泉六一少将と東京憲兵隊長小山海蔵憲兵大佐を停職処分にすることを発表しました。またこの事件に関して新聞記事を情報統制することを決めました。また天かすが16日夜に大杉栄と2名を殺害したと公表しましたが、2名が何者であるかは公表されなかったため、人々の不安が広まりました。10月8日、情報統制が解除されると新聞は2名が伊藤野枝と立花宗一であることを報じ、世間は有名だった大杉伊藤と6歳の子供までもが殺されたことが分かり騒然となりました。そして9月24日の軍法会議予審によって事件の概要が明らかになりました。天かすはアナキストが大震災の混乱に紛れて国内の朝鮮人を扇動し暴動を起こし政府を転覆すると憂慮し、主要人物の大杉と伊藤を殺害することを決めたことが分かりました。事件について詳しいことが明らかになり、16日大杉たち3人が鶴見に住居があった伊藤の前の夫の辻淳の見舞いから帰る途中に、自宅近くで憲兵隊の天かす隊員と森慶次郎総長、鴨志田と本田の両名を加えた4名が強引に3人を拉致し、麹町憲兵分隊に連行したようです。子供だけでも帰宅させてくれという要望も無視したと言います。森が雑談のような取り調べで大杉を油断させたところを入室した天かすが後ろから首を絞め、約15分で死亡させました。さらに伊藤も同様に殺害しました。当初天かすは3人全員を殺害したことを認めたが、彼の母親が子供を手にかけるなどありえないと主張したことにより、天かすは自分は便所に席を立っていて子供の殺害には関わっていないと証言を変え、立花宗一の殺害に関しては否定しました。このことにより陸軍省より立花宗一殺しの再審査が命じられ、10月5日憲兵の鴨志田と本田が共犯であるとして自首し、6日に憲兵5長の平井俊一も見張りとして関わっていたとして自首しました。鴨志田と本田の証言から、天かすと森が上官の命令だからやり損なうな
と言ったことが分かり、周囲は驚きに包まれました。しかし小泉六一少将と小山改造大佐はこれについて否定し、それ以降軍の上官は関与しておらず、天笠らの独断だったとして事件は扱われました。天笠と森は遺体がバレないように古井戸に投げ込み、さらに馬糞やレンガで埋めたそうです。今では当時無政府主義者は政府に警戒されていたため、大杉栄をやっつけろという意見が警察にあったが、警察ではできないため憲兵の方にたらい回しにしたという説があります。その後殺害を実行し命令した首謀者として天笠を懲役10年、森総長に3年、見張りとして関与した平井伍長は証拠不十分により無罪となりました。小泉は天笠の犯行について賛美したため謹慎を命じられました。しかし証言であったように、天笠と森は上官の命令により大杉を殺害したとあります。しかし上官は裁かれずに謹慎程度で済んでいます。ここに闇を感じますね。この事件は映画や漫画にもなっており、闇の深さが感じ取れます。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまた。